はい、どうも、ユッキーです。今日はね、激辛マニアのユッキーさんのコーナー。今回は、久々に、こちら、カラカラウオー。カラカラウオーはね、ずいぶん昔に、食べたことはありますね。まあ、久々にね、売ってましたね。コンビニで売ってたんで。買いました。まあ、有名な、スガキ屋っていう、あれ、大阪のあたりだったかな。東京にはないよね、スガキ屋って、ね。スガキ屋の、ラーメン。スガキ屋行ったことあるんですけど、スプーンが、なんかフォークとスプーンが一体化した、ね、感じになってるよね。で、値段がすげえ安いんですよね。確かに。すげえ、値段が安くて、まあ、新潟で言うと、いや、新潟じゃなくてもあれか。新潟で言う、あれ、なんつったっけな。後楽園か。後楽園っていうラーメン屋があるんですけど、あれも安いんですよね。まあ、最近じゃねえや。もう随分昔に、価格が値上がりしましたけどね。値上がる前までは、確か、値段290円ぐらいじゃなかった。ラーメン。ね。今多分、100円ぐらいアップしましょう。それでは、いただきまーす。そこそこ辛いな。まあでも、そんなにクソカレーっていうレベルではないですね。最近、激辛の有名な18禁カレーみたいなのあるでしょ。レトルトの。あれがね、新しいね、一番辛いやつが、出たんですよ。確か。出たっぽいんですよ。ただね、あれはね、値段がものすごい高いんです。とにかく。レトルトカレー1食分で、なんと値段が2000円もするんですよ。意味がわかんないんで買いません。あれ買ったら負けですね。絶対。まあ、リーの30倍ぐらいがちょうどいいんじゃない？美味しくて。辛くて美味しくてな。最近、便秘気味なんで、
辛いのを食べないと、出ないんですよ。便秘で。で、あと、結局さ、辛いっていうのを突き詰めていくとさ、辛いのなんて簡単に作れるんだよ。あんなん。デスソースの、なんだっけ、ザソースぶっかけまくりゃ、ね、いくらでも辛くなるんだから。問題は、その味ですよね。うん。前行きましたけど、地獄の担々麺ごま流っていう、ね、無限ってやつ食べましたけど、クソまずい。まあ、クソ辛いのもあるけど。あれの何がまずいってさ、唐辛子がさ、乾燥した唐辛子、赤唐辛子がさ、10本ぐらい入ってんだけど、あれ、ものすごいまずい。で、もう、辛すぎて、もう味がわかんねえな。もう痛みしか感じないな。はい。だから、ほとんど拷問ですね、あれは。辛くてうまいっていう。やっぱね、リーのね、30倍。あれが辛くてうまいっていう代表ですね。あと、中本の、蒙古タンメン中本の、なんだっけ。北極あれちょっと辛すぎんだよな、あれな。あれもちょっと辛すぎるんだよ。蒙古タンメン中本の、店。こういうさ、カップラーメンは売ってるじゃないですか。ね、コンビニに。あれでは全然辛くねえんですよ。うん、実際に店舗に、行って、普通の中本の、一番、蒙古タンメンってやつ。まあ、看板メニューですよね。比べると、全然辛くないんですよ。店の方がやっぱ辛いんですね。カップラーメン、全然辛くない。特に、北極。カップラーメンで北極ラーメンってあるでしょ？あれね、実際のね、この中本行ってね、実際に、その店舗で北極ラーメンって、もう食べましたけど、僕は。とんでもなく辛い。ね。まあでも、あれ一応全部完食できたんで、スープも全部飲んだんで、
いいんですけど、まあ、ギリギリす、うん、ギリギリですね。あれはもう、ギリギリ、俺のレベルのギリギリ。で、それを超えたのが、地獄の担々麺ごま流の無限ですね。あれ、もはやスープ飲めない。もう無理。もうギブアップ。もう常軌を逸してる。常軌を逸脱してる、完全に。あれは。北極ラーメンでもさ、すげえ辛いのよ、あれ。麺をすすったらさ、咳き込むんだぜ。自分で何言ってるか、わかんなかったもんね。あれ、初めて。北極ラーメン、店舗の北極ラーメン食べて、初めて、麺をすすったら、咳が出るっていう。吸えないって、辛すぎて。その、香り自体辛すぎて、すすれないんですよ。あれ、俺の人生で、初めての経験ですね。で、その後に行った、ごま流の無限もですね、あれも当然、辛すぎてすすれないんですよ。カップラーメンはね、だいぶね、穏やかになってる。だいぶとかね、2倍ぐらい辛くないね。辛さ2分の1ぐらいになってる。まあ、結局、辛すぎたら、売れないんじゃない？辛すぎるとやっぱ売れねえんだよ。昔あったけど、暴君ハバネロっていう、今はありますけどね。あれ出た当初すっげえ辛かったのよ。で、しかもすっげえうまかったのよ。あれ出た当初。10年前ぐらい。で、今、確か、当時の味を再現しました、みたいなので、出たんですよ、リニューアルで。それ食べたら全然辛くねえ。おまけにうまくもねえって。あれは本当に、残念だね。うん。あとはあれだ。俺が、辛いもので、なくなってしまったもの、もう一つあります。それ、トンガラシ麺。今も唐辛子麺って2種類出てて、で、辛い方と辛くない方があるんですけど、あれ当時発売10年ぐらい前に発売した当初は、とんでもなく辛かったんです。んで、とんでもなくうまかったんです。今も、あるんだけど、まあ、うまいは。うまいんです、あれは。うん。今出てるやつね。海鮮のなんとかかんとかってやつね。ただね、やっぱ辛さがね、だいぶ落ちてる。二分の一ぐらいになってる。うん。僕、ハバネロももう二分の一ぐらい、三分の一ぐらいだな。まあ、結局、辛いものっていうのは、ある程度のレベルじゃないと、誰も買わないっていうことです。
これ美味しいですね。うん、辛いし美味しい。うん、ただ、うん、スープは美味しい。うん、スープは美味しいな。で、あと辛いものっていうのは、ストレス発散になるんですよ。うん。結構。中毒的な、辛さが、こう、病みつきになってストレス解消になるんだよね。ただ、食べていくうちに、だんだん、舌が慣れてきて、慣れてきてっていうより、おそらく、下の、未来がぶっ壊れてんのか、細胞が破壊されてんのかわかんないけど、だんだん辛さに慣れてくるんですけど、辛さに慣れても、実際に食べたら、胃がね、おかしくなる。舌は、あ、これ全然いけるわ、つって入れても、食うじゃないですか。あ、全然これいけるって言って、バババって食って、救急車運ばれてた人いますかね。実際。有名な、激辛マニアの、人で有名な、ドラマーのりょうさんだったっけ。ブログで、なんだっけな。ザ・ソースを、ゴロ的入れた、カレーだったか食って、胃痙攣を起こして、病院に搬送されました、あの人。いわゆる致死量ってやつですね。カプサイシンにも致死量があるんです。カフェインとかと一緒で、まあカフェインとかだと、コーヒーで言ったら5、6杯、バケツ5、6杯一気に飲まないと、死なないんですけど、まあそれと同じようなもので、カプサイシンも、この辛さの、そのカプサイシンも、その致死量があって、で、ザ・ソースっていう、世界で一番辛い、液体があるんですけど、それの致死量が、まあ、あるんですよ。で、やっぱ普通の人だともう一滴舐めただけでも失神するぐらいの辛さ。で、さらに、上を行くとね、辛さの上を行くと、カプサイシンの結晶っていうのがあるんです。それがとんでもなく辛い。うん。でも、液の、液体で一番辛いソースっていうのが、ザ・ソースっていう、アマゾンでも売られてます。値段1万円ぐらいか。売ってますけど。あれ買うのに。買うのに、なんか、規約書を書かなきゃいけない。確か。購入する際に、あなたは、これを食べて、ね、例えば入院したとして、それを一切、その責任をね、当社は負いませんっていう。それに、同意しないと、同意書がないと、販売できないんです。うん。これ美味しかったです。うん。
まあ、そういったね、まあ、辛さも、まあ、やっぱ限界があると。だから、味覚で感じて、あ、OK だわって言って入れたとしても、食ったとしても、もう胃が痙攣を起こすっていうか、その胃がもう、耐えきれない。味覚として耐えたとしても、体は正直ですから、さすがに、ね、胃の中を、胃をね、慣れさせるっていうのは不可能ですからね。人間。舌は辛いの慣れますけど、胃を辛さに慣れようって無理なんです。ということで、まあ、これは、辛さ度数70ぐらいだね。70。はい、ご視聴ありがとうございました。